ですね、うん、もう、まあ、リーグ再開から大体約1ヶ月ぐらいですけども、はい、まあ、連戦続く中、チームのまずコンディションはどういう状態でしょうか。うん、まあ、悪くないです。今日もそう見て分かる通り、選手はね、もう本当に、まあ、前も話したんですけども、まあ、負けてることが、うん、まあ、ネガティブではあるんですけど、はい、そればっかりなくて、選手たちが足りないものを補おうと、トレーニングからね、うんうん、やってくれてることは、はい、すごくチームにとってプラスになってると思います。うん、まあ、当然、ね、一発のチャンスを生かして勝つっていう勝ち方も、あるし、はい、まあ、そういう勝ち方ができればなおさら良かったと思うんですけど、まあ、それではなくね、まあ、しっかりと対等に、まあ、5分以上には戦えている中で、まあ、勝ちきれてない、まあ、そういう状況だからこそ、まあ、なんていうかな、達成感も少なからずはある中で、はい、まあ、次の東京アウェイが本当に進化を問われると思います、はい、やっぱり効果がある中で僕ら の、 あのプレッシングが使えるのかどうか、うん、まあ、はたまた、まあ、少し自制して、はい、まあ、うまく相手をオーガナイズするのかとか、まあ、そういったところは、少し、まあ、もう2日間あるんで、もう3日間あるんで、はい、まあ、考えてプレーしたいな、プレーさせてあげたいなと思います、うん、まあ、この前の試合の後のインタビューでもですね、まあ、清水戦の時の攻撃 の、うん、まあ、何回も繰り返す、うん、まあ、ポジションも奪いつつの攻撃ということで、あれについては、まあ、監督も、まあ、まあ、点数は1点でしたけども、うん、非常に形としては良かったということでされていましたけど、目指す形としてはあのような感じの、まあ、なので、はい、まあ、点数取れてないということはやっぱり相手の危険なところに入りきれてないというところなので、やっぱりその打たされているわけではないけども、うんうん、やはりもう5メートル、まあ、入れるような状況があればやっぱり相手もね、うん、もっと縮まるし、まあ、横パスが生きるだろうし、はい、まあ、えぐるような状況でワンタッチプッシュが理想なんですけども、はいはい、まあ、そこまでいけてない中で、まあ、やっぱり、まあ、一個一個質を上げて、はい、もう一個また侵入していけるようなうん、シーンを伝えていけたらなということは、うん、今日も伝えましたし、うん、まあ、そのためにはやっぱり、パス本当10センチ、はい、20センチのパスの質にこだわって、まあ、前向きの駆け引き、パス、はい、あとは人とつながるとか、まあ、本当に何て言うんですかね、もう理屈じゃないね、本当にちゃんとこうリズムでやっていかないとそこはもう入っていけない状況だなと、うん、あと僕らにね、東京みたいな子があるわけじゃないので、一人でね、もう何人も剥がせる選手たちがいっぱいおるわけじゃないんで、まあ、本当にチームで、うん、みんなで、しっかりと得点取っていけるような形ができればと思います。次の F 東京、首都京について、まあ、まあ、子がある選手がいる、うん、この選手がいるということなんですけど、まあ、まあ、警戒しているところとかは、いや、もう中段場の奪われ方したらね、ズドンといかれちゃう、まあ、守備も強度高いんで、まあ、そのカウンターを生かすための守備をしてるんで、はいはい、まあ、そういう守備を発動させないような配球の仕方、はいはい、まあ、やっぱり相手が狙いを、ね、持ちにくいような動かし方をしないといけない。まあ、このまあ、リーグ再開から若手選手 も、 です、ね、もう起用されるようなケースがよく出てきてますけれども、まあ、チームとしての成長具合についてはその若手も、まあ、この先日ゴールを決めた石井選手もそうですけれども、まあ、本田選手、松岡選手もそうですか、まあ、若手選手どうでしょうか、この1ヶ月試合の中、まあまあまあ、チーム全体で、はい、本当にみんなね、いろんなコンディションも含めてよくやってくれると思う。ただ彼らがね、うん、いい悪いは別として、はい、まあ、僕のやり方をすごく理解してくれてるっていうところだけですね、うん、まあ、そこだけ、まあ、本当にまあ、急増でやっぱ使うときに僕が信頼を、守備の面ですね、特に、まあ、そこが、一つ、まあ、強みを持っているというところだけなんで、それ以外のところでは、まあ、うん、彼らが優れているところは、ね、他の選手はあんまりないので、うん、まあ、逆に言えば、いろんな人にそのチャンスはあると思います、うん、はい、今はもうだいぶチームとしてやり方向が見えてきたので、うん、まあ、他の選手を見て、まあ、あれぐらい出場しないといけないというのも分かってきたと思いますし、まあ、あとは攻撃でもっと違うスキルを見せれるような選手が出てくれば、うん、またいろんな競争が生まれるんじゃないかと。私は以上です。ありがとうございました。連戦を追って久々に週間に戻ったんですけど、戦術の修正とみての心がけたいところで、まあ、やっぱり、思いのほかやっぱり後ろのビルドアップが、その最初の3試合ですかね、思い通りうまくいかなかった、まあ、その中で、少しダブル気味にして、もう1枚関わらず水増やして、まあ、前にもう1個数をかけるようになったっていうのがやっぱりクラスター出てるのかなと思います。やっぱりクリーンにそこまで至らないと、まあ、相手はそこでね奪いたいっていう部分が強くあるので、そこ一個クリアしてしまえば、そのね、その中間層はねやらせてくれるという、最後の進むところはやっぱりもっともっと求めなきゃいけないです。まあ、そういった意味では、まあ、自分たちのやり方少しだけの変化させながらも、まあ、大幅にはね、やろうとすることは変えてない、なんか立ち位置だったり、そういうのは少し、はい、微調整しました。
ちょうどこの前の試合の選手した後の流れのところで、ちょっとやりにくい意思みたいなところ、ちょっとそこら辺をもうちょっと選手たちにブラッシュアップしていってほしいです。そうですね、そうですね。まあ、どうですかね。やっぱ相手ありきの中で、ポジション取られていけない。それを選手たちが、まあ、当然相手もね、こうゲームの中で修正してくるんで、自分たちが相手見て、ポジションを取れるような形が取れ続ければ、まあ、僕たちが準備したものっていうのは、まあ、立ち上がり20分ぐらいで相手はある程度、ね、対策してくるんで、その後の、動きって大体予測はできると思うんで、どう振るっていうのが、まあ、そのやっぱり規律というか、そういう一つ自分たちのモデルがあるからこそ、次の変化もかけれるんで、まあ、そこに対しては順応できてるのかなと思いますけども、やっぱりこう、ラスト20分ぐらいのゲームの運び方ですね、まあ、体力なくなってきたり、ポジション取りがやっぱりちょっとおろそかになってくると、こうどうしても個人の差が出てきてしまうというところがあるので。まあ、90分続けてできるような状況を増やさないといけないです。各々気づかせるとしますけど、今週から東日本の西日本の制限が解けて、ね、このタイミングで東京に行くっていうところで、ちょっと感染者も多く出てるので、ね、不安とかもあるかなと。いやもう僕らにどうしようもない部分、まあ、感染対策を徹底するというとこしかないですね。まあ、できればね、まあ、東京首都近郊を避けたいなっていう思いは僕自身はありますけども、まあ、そうは言ってられないし、まあ、東京さんも大変なホームゲームであると思うんで、まあゲームが行われるのならば、もうそれなりに準備してやっていくしかないなと、はい、そういう思いで、もう感染対策だけクラブとクラブを含めて、まあ、しっかりやりたいなと思ってます。ちょっと怪我人も出てきてる中で、うんでね、まあ本当に下げる遠い遠方での遠征が増えるということで、うん、選手のやりくりとかってその辺のまた難しさも、まあまあ間違いないと思います。あとは。そうですね、やっぱり、まあ、どのチームもそうと思うんですけど、連戦でね、怪我はしてると思う、まあ、ただ筋肉系のトラブルじゃなくね、まあ、ちょっとこう接触系のトラブルなので、まあ、チーム選手自体はすごくケアもしっかりしてるし、まあ、戻ってくればそこは多分クリアになると思うんで、筋肉系だとね、やっぱり思い切ってっていうところはちょっとやっぱり制限されるんですけど、まあ、逆に言えば怪我したからこそ僕たちもね、いろんな形を模索しながらまた新たな形も見えてきてるので、まあ、怪我の言い訳せず、まあ、一丸となってチームで戦っていければと思います。はい、他にございますか？なければという感じで。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、練習お疲れさんです。東村隆一です。まあ、あの、前節ですね、まあ、J リーグ、リーグ戦で初ゴール決められて、まあ、まあ、次、東京戦ですけども、まあ、ちょっと次の、あ、どうですか、はい、はい、まず、F 東戦、F 東戦に向けた、ちょっと意気込みみたいなのを聞いていいですか？まあ、そうですね、その、やっぱ、1ゴールだけで終わらせる、1試合連続ゴール、取りたいですし、そこで注目されるのとされないのじゃ全然違うと思いますし、うん、そこにしっかり突き詰めてやりたいなと思います。その前節のゴールは左足ということで、まあ、引き足じゃない方の足でのゴールだったんですけど、あれをまあ本当に練習してた形っていうか、まあ、はいはい、そうですね、うん、そのやっぱ右足だけじゃ生きていけないっていうのは分かってるので、うんうん、左足も少し練習が取り入れてる感じです。まあ、この前もただ、ね、冷静に打つだけということで、あの試合後の言ってましたけれども、あのシーンでも、もうかなりこうそんなに緊張することなくて、まあ、緊張でプレッシャー感じることもなく、じゃあ、打ててる。清水の1試合目の試合前は緊張してたんですけど、はい、前呼ばれた時は別に緊張もなく入れたんで、うんうんうん、まあ、その流れで1試合目も入れたかな。実際、まあ、この前もおっしゃってきましたけど、J1 リーグ、まあ、プレス、まあ、ディフェンスのプレッシャーも含めてですね、やっぱりすごい高いレベルにあると思います。やっぱこう2試合出てですね、自分あとどういうところが足りないなとかいうところで課題、自分の中でこう見つかった課題とか何かありますか？まあ、第一やっぱその90分戦える体力だったり、まあ、メンタルもそうですし、はい、そこが一番かなと思います、はい。まあ、あとその疲れてきた時に何ができるか、僕だけじゃないじゃないですか、疲れるのは、はい、選手みんな疲れるんで、はい、そのみんなが疲れた時に違いを出せる選手になりたいなって感じです。はい、うん、その
貢献の部分でいくと、この前は自分はまあ点を取っただけという謙遜されてかとおっしゃってましたけど、やっぱその守備、まあ、豊田選手も含めて、まあ、同じ、ね、この前もツートップの一角ということで豊田選手も言いましたけど、やっぱりこうああいう先輩からこう学ぶこと、守備の面も含めてどういったことをこう、まあ、一緒のピッチ立っている、こういうところをまあ学びたいなと、まあ、背中でを見てこう思ったこと何かありますか。まあそうですね、そのやっぱ豊さんは小学校の時からずっと見てきてて、はい、僕が小中高でトップまでずっとトスで上がってきたので、うん、やっぱトスの顔って言ったら豊さんと吉木さんお二人にもずっと見てきてたんで、うん、まあ、そういう憧れもありますし、その憧れの選手と一緒にやれてるっていうのは非常に嬉しいですし、そういうところからもっとどんどん入れ込んで、その自分にどんどん吸収していきたいですし、あの年齢になってても、あそこまでできるってやっぱ相当すごいなと思います。私は大丈夫です。はい、ありがとうございます。他に、はい、その豊田選手とはプレーの特徴っていうと結構、まあ、違うところも多いと思うんですけど、その中で吸収したいところっていう、まあ、やっぱその守備の面で二度追い3度追いってやっぱあの年でできるっていうのは相当すごいなと思いますし、あそこまで突き詰めてやれるように頑張りたいなと思いますし、あと戦うところだったりとか、あの一つのプレーでやっぱチームが勇気づけられるし、もっといけるっていうのも見せつけられると思うので、そういうところも学んでいけたらなと思います。まだやっぱり1ゴールだけだとチームを勇気づけるとは思えないし、結構あれで、ね、ちょっとはチームの雰囲気変わるんじゃないかな。まあそのなんて言えばいいですかね、僕が点決めた時にみんな結構来てくれてめっちゃ嬉しかったですし、あんな風に先輩から好かれるっていうんですかね、そんな感じで来てくれるのが嬉しいんで、そのチームの一体感だったりとかがもっと出ていけばいいのかなって。松岡選手とかが活躍してるのでやっぱ悔しいっていうようなお話を清水選手の後多分してたと思うんですけど、ご自身で点取って少しそのチームに貢献してっていうところで、何かその悔しさはちょっと変わったりシーンになったりとかって、どうまだまだですか。まあ、やっぱ一緒にやってるときは悔しいとかはもう一切なくて、とりあえずその自分のプレーに集中してそのやって、まあ、その試合が終わったりとかしたときに今日は良かったのか悪かったのとかしっかりその動画をで見返してやって、まあ悔しいとかは試合中にはないですね。その試合に出てない時とかに内気とか、まあ、風知とか下の選手が出てた時は僕も出たいと思ってましたし、出たらやれるぞとはずっと思ってて、はそこの悔しさはありました、ね、重複するかもしれないですけど、まあアシストとゴールと2試合連続で結果出されましたけど、結果出せたこう要因みたいなのってどういうところにあったというふうには考えてらっしゃいますか。要因ですか、まあ、その豊さんが清水の前日の練習の時に僕が初めてメンバーに入ったんですね今年で、その時にボールを片付ける時にお前が全部やればその勝利の女神は細部に宿るってよく言うじゃないですか、を僕に教えてくれて、お前が全部やれって、まあそれもあるんじゃないかなと思いますし、違うさん、もうボールを全部喋るよ、ボールを全部片付けたらですか、それに固めてるんですけど、はいはい、それを全部自分で持ってけ、あ片付けるボールを片付けたから、もしかしたらあるかもしれないじゃん、それかもしれないそれをその後続けたりはしない。いや、それで終わりですけど、まあ、あんまり皆さんを
んまり強さを言い過ぎると良くないもうこの辺にしときますじゃあ、まあ、それに理由があるとしたらなんか、まあ、これからもボールの片付け続けようとかそういうふうには思いますねけど分かりました、ありがとうございます。あ、これだけ、まあ、さっき金監督がですね、あの非常にこう分かって、まあ、特に石井選手もずっとやってるので、まあ、チームの戦術等の理解が深いというかね、よく分かってくれてる。実際こう監督が目指しているサッカーどういうサッカーだなって自分の中でこう思っているのかな、まあ、その前からはめて、はいはい、守備いい守備からいい攻撃っていうのはよく皆さん言ってるんですけど、はい、まあ、まさに本当にそんな感じで、うん、いい守備して前から、うん、でいい高い位置でボールを奪って、うん、そこから素早いカウンターで決めたりだったりとか、うん、そんななんか難しいことをせずに、うん、裏が空いてるんだったらもう一発で裏に蹴って1対1ができるならそこに蹴って簡単になんかごちゃごちゃしないようなサッカーをしたいとは監督は思ってるんですけど、それに僕が合わせる感じでやっています。それがこの前言ってた前を向くプレーというかすっとこう後ろからもらったやつ前向いてその運び、間をこう運ぶというかです、ね、攻撃の起点になるという意味でこの前を自分の持ち味で前を向くプレーというとそういうことの意味ですかね、はい、そこでやっぱ起点になっていくのが役割かなと思っているんです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。トヨさんの試合のための調整をしているって言ってました。